はい。では、引き続き、リムグレイブ東部の探索パート2をやっていこうと思います。ですね。まあ、区切りとしては、ここら、このエッジの部分は、探索が済みましたので、はい。なので、で、まあ、こっち側ね、ハイトの砦もやりましたし、で、シーフラ川の井戸だけはちょっとまだ泳がしておきます。ちょっと一瞬見に行った時に、なんかまだなのかな、みたいな感じがしたんで、これは一旦置いておきます。はい。で、ブレイブさんのストーリーと霧の森の廃墟もやったんで、はい。というところで、なんで、まあ、この絵描きのボロ屋はもう一回探索してたんで、こっから上の部分、ここら辺を探索していこうと思います。はい。ですね。そんな感じですかね。で、転送門もまだ触れてないですという感じで。はい。ねえ、で、ここの絵描きの絵画のギミックっていうのが、確かここら辺だったんですよね、結局。うん。ここら辺かな確か。うん。もうちょいここら辺かなはい。で、それ気づかずに撮ってたっていうね。はい。で、友人の配信見てて、あ、これ絵画のギミックだったんだ、みたいな感じでしたね。はい。なんかあの絵的に、今見える奥の橋のあたりなのかなと思ってたんで、うん、あんま気にしてなかったんですけど、まあ、その絵画でもらえるアイテムが、黄金スカラベっていう、なんか頭装備でしたね。はい。なんでね、そういうのもやっぱちゃんと意識していかないとなとは思いますね。はい。で、マーカーをつけてる部分っていうところですね。ここをまた1エッジとして考えて、はい。ここで一旦探索を区切る感じですね。で、パート3はこの赤い部分っていう感じになっていくかなと思います。では、はい。進めていきましょう。ダンジョンが見つかるといいですね。ではでは。はい。では早速ですが、東のこの部分に光るスカラベを見つけました。白いから多分千儀系じゃないかなと思っていますという感じで。じゃあ追いかけますか。こっそり近づいて。はい。えい、えい。すぐ外す。槍ってむずいんだよね。いける。はい、オッケー。はい、戦技でした。戦場、聖なる刃というところでね。強そう。てか、かっこいい感じだな。あ、雨降ってきちゃったよ。はい、じゃあちょっと見てみましょう。戦場です。聖なる刃。これですね。はい。無知、剣、爪を除くだから、俺も使えるぞ、これ。槍で使えるってちょっとかっこいいんじゃないか、これ。はい。じゃあちょっと見ていきましょう。不要戦技は以下。不要属性は神聖。はい。武器に聖属性の攻撃力を付与し、そのまま黄金の刃を放つ戦技。聖属性の付与はしばらく継続すると。あ、へえ、それも強いね。なんか延長しつつ攻撃しつつってことか。ああ、これはいいな。かっこいいだろうし、ちょっと、いや、入れてみたい。後でまたこれつけてみますね。はい。こんな感じで。これはちょっとつけたい。使えんのかな？なんか、槍からそれが飛んでいく印象がないけどね。うん、はい。という感じでした。はい。ダンジョンを見つけました。久しぶりのダンジョンです。はい。あっちに巨人がいて、場所的にはここら辺ですね。はい。で、テコテコーと行くと、で、このあぜ道をね、そのまままっすぐ行くと、坑道につながるようになっておりました。これは坑道系ですよね、完全に。はい。なんで、まあ、ここで、マーカーをつけておきますという感じで。はい。これはまあ分かりやすいし、そんなに、これもむずくないんじゃないかなとは思ってますというところで。はい。ついでにあそこもマーカーつけておこう。やーって言って。ここも馬さんマーカー。
馬さんマーカーですけど、まあ馬でね、はい、という感じでした。はい、では廃墟を見つけましたので、多分これは廃墟だと思うので、ちょっと見るだけ見ていきましょう。なんか名前とか出るんじゃないかとは思いますが、どうでしょうか、ね、教会かな。呼び水の村という場所に来ましたね。はあ、敵がいるわけでもないというところが気になります。ああ、しかもちゃんと下に降りれるし、あれだ、石剣の鍵も必要な感じだ。はい、まあいいや、とりあえずね。あ、この範囲全部が呼び水の村か。結構探索するの大変そうっすね。はい、なところですかね。これ見つけましたというところ、これはまあ後でいきます。ではでは、引き続き探索をしていきます。行く前にあれをぶっ壊してからかな。奥のやつはあれ教会っぽい。まあ別に回復しないけど。お、なんで？やったぜ、頭必要。はい、という感じで、また探索します。はい、おなじみの、こちら、あ、そうか、こっちは見たのか。ここに、またお墓がいっぱい並んでいましたので、これらを見ていこうと思います。これ、一層、トレント乗ってた方が回収しやすいよ、これ多分。はい、じゃあ、1個いただきます。黄金のルーン1です。こちらが黄金のルーン1です。こちらも黄金ルーン2です。で、こっちの端っこは、あ、こっからピョンピョンピョンと上に行けるようになってんのか。なるほど、まあいいや、それは置いといて。じゃあ回収回収。黄金のルーン1 1 5、でかい。一番でかいのはこうか。了、ありがとうございます。救済処置。これこっから上戻ってみるか。ラック怖いよねこれね。こういう取れんのかっていうのもあるやん。まあいいや、はい、という感じで、お墓はシンプルでした。ではでは、はい、ちょっと読水村をちょこちょこ探索してたら来ました。船のやつが。あいつか。なんだっけ。名前忘れちゃった。D だよ、D。D が言ってたやつ。あの、NPC の、ヴァンパイアハンター D が言ってた。船ってあいつのことだと思いますね。あ、じゃあ、あいつが、なんとか、死の根をくれるのかな、そしたら。ああ、なるほど。そういう感じの展開になる。はい、まあちょっとここは読水村探索の時にやっていく感じになりますかね。はい、いやけどちょっと気になりますし、虫ちょっと邪魔だな。ああ怖えな、なんか異質だよね本当にね。はい、というところで、じゃあ引き続き探索します。あとできます。はい、祝福を発見しました。呼び水村の近くっていうところもね含めて、なんか入るような感じしますね。呼び水村なんかちょっと大変そうだもんな、ここは探索するの。ボスいるしね。はい、というところで祝福に触れていきましょう。呼び、ロストグレイスディスカバー。おそらく呼び水村じゃないですか、むしろ。呼び水村の外れという祝福をゲットしました。ああ、さあさあさあ。まあ、ここはね、まだちょっと後で行きますね。はい、なもんで。場所的にはここか。じゃあ、もうこっから、ここのラインから、左側をガッと探索していこうかなと思います。ではでは。はい、来ました。ですね、マップ的にはここですね。下からこういう風に来て。そういえば、ここに橋あったの忘れてましたね。
そしてその先に、なんと NPC がおられました。放浪商人です。しかも、奏でております。やっぱ楽器なんですね、それね。ちょっと、音色聞かせていただきましょうよ。ああ。いやー、すごい、いいね。しっかりと弾いてない？これ。指とかさ、合ってる？結構。うわ、これいい絵だね。これいい絵。もうちょっと下がるか。こんぐらい。ああ、これいいですね。これサムネにしよう。いいね、これ。これサムネです。でででで、いい。わあ、これいいね、放浪商人。なんか砂吹きみたいな感じ。いやいや、こんな邪魔しちゃダメ。はい、じゃあちょっととりあえずお話ししましょう。ね、なんか新しい商人、ね。はい、じゃあ、話しかけていきましょう。自分の、まずはね、礼儀か。はい、タキヨンです。スカンピンです。よろしくお願いします。はい、では、ね、目線の高さもなるべくね。お、すいません。ちょっと、いやいやいや、こちらこそすいません。気持ちよく弾いていたところ。はい、パスタマーです。はい、よろしくお願いします。初めてね、お買い物させていただきますので。はい。ひびつぼってさ、いっぱいあるけど、あ、いいですね。正方書、ありがたいですね。ショートソードと、あ、ハルバートだ。これもいいね、確かに。盗賊のマスク。これはちょっと、あれだね。マスクも何もって感じがするけどね。はい。え？ひびつぼってまだいるの？俺って。ひびつぼだけゲットしとこう、とりあえず。あとは、じゃあ、放浪戦士の正方書3をゲットしようかな。亀首付け。だ、これもらえるわけだよね。スタミナ回復がね、高まるからね。結構大事、いいエンチャだよ。エンチャというか、アイテムだよな。で、骨の毒矢というところでね。はい、これはもうマストでゲットしましょうね。はい。であとは、火の戦車についてという、なんかちょっとよくわからないのもあるので、これもじゃあ取得しときましょう。はい、ありがとうございます。恐縮です。いえいえ。うん。全然、いや、むしろありがとうございます。粗相はないですよ。いや、お気に召しんで、うん。全然。そうそうなくて、はい、オッケーです。じゃあもらったね、いや曲がとてもいい。これね、これはまあ別にとして、一番右かな。はい、火の戦車についてというのをゲットしたので読んでいきましょう。はい、火の僧兵たちが用いる巨人の顔をかたどった戦車に注意せよ。頭頂部の煙穴を落下攻撃する際はあるが、そうした機会はごく稀だと。頭頂部の煙の穴これを攻撃すると何かが起こるんだね。うん、まあこれは覚えとこう。はい、火の戦車についてというドキュメントをちゃんともらったということを覚えてますね。はい、以上でーす。ありがとうございました。助かります。ではでは。はい、こちらの端にいるカボチャ頭の今日やつを倒しに行ってきます。装備はこんな感じです。レベル15というね、そんなに強くないはず。では行こう。あ、アイテムあるじゃん。
はい、よろしく。はい、モーション違うけどね。どうした？結構ダメージが食らう。171。やばい、倒せちゃう。いて。ああ、何回回るんだ。危ない。普通に死んじゃうけど。はい。OK、倒しました。全然大したことなかったです。サリアのとこ、サリーじゃない、あの魔女がいたところは意外と強かったんだ。はい。というところで。こちらのアイテムを取ります。胆石でした。全然大したことないけどね。ありがたい。じゃあありがたい。いや、ようやく落ち着いたな。ではでは。はい。では、場所として、ここ村で来ました。で、ここの石碑と、こちらの教会っぽいやつを見て、一旦今日の探索というか、東の探索を打ち切りにしようかなと思います。はい。じゃあ先に石碑にしますかね。なんかいきなり空気感変わりすぎでしょ。真っ赤だし。すごいね、この変わりっぷり。月と黄金樹もまたすごいしね。はい。じゃあちょっとこれ読んでいきましょう。はい。石碑というところ。ゴッドフレイ王の戦、最後の地。黄金の軍勢は止まることなく勝ち続け。だが、祝福は失われ、色あせた。なんでしょうかね。黄金の軍勢は止まることなく勝ち続け。だが、祝福は失われた。やっぱり失われた方がいいこともあるんじゃないかなとも思いますけどね。祝福とか言いつつもさ、そこに依存してたわけだしさ、うん、それがなんか黄金律としてさ、断りとして正しいかもしれない、正しいかもわからないでしょ、そもそもっていうところもあるよね。うん、ね、そのまあ凛という考え方かわかんないけどね、生き続けられるような関係はそもそも新陳代謝が行われないことっていうのは良くない気がするよね。うん。ね。だからデミゴッドとか初めて死んだりとかもよくね、初めて死んでおかしくなっちゃってっていうのはさ、やっぱ死っていうものを理解することによっておかしくなっちゃったんだろうし、だけどやっぱ、生き死にがあるからこそ受け継いでいくっていうことができると思うんだけどね。はい、なるほどね。ゴッドフレイ王はね、祝福は失われちゃって、で、汗人になって、狭間の地を追い出されたと。はい、というところですかね。うん。勉強になります。じゃあ、教会見ていきますか。はい。で、おそらくこれは教会だよな。なんかちょっと様子がおかしい。敵とかいんのかな？あ、祝福の感じ、祝福はある。くすぶりの教会だとか。わーお。汗人食いアナスタシア出ました。はい、ちょっと見ましょう。モーションとかいろいろ。あ、両手持ちにしましたね。アナスタシアって女性なのにすげえ、包丁？包丁系の、わお。お、汗人食いだと。なんかもう、しかも包丁でそれ持った上で、アナスタシアで汗人食いって、なんかちょっと、なんかね、すごいね、それね。どういう風に食ってた、食うという考え方がどういう行為なのかっていうのが気になっちゃうところですけど、痛い！よし。まあまあ、モーション自体は単純っちゃ単純だよ。これの後にズンとかね。あ、ひるむしね。いやけどダメージすごい。ダメージすごいな。はい。ちょっとこれを飲んでみよう。
OK。で、じわじわ回復するんでしょう。はい。はい。いって、かつ、ダメージがえぐい。あ、やば、やられた。なんか腹立つな、これ。なんだか腹立つな、これ。うわぁ、やられた。シンプルにやられた。うわぁ、やられた。いやぁ、これは初見できたかった。どこ、ここ。どこなの、ここは。うわぁ、めちゃくちゃ遠い。いやぁ、行きましょう、とりあえず。あぁ、ちょっとまぁ、悔しい。はい、アナスタシアさん。よろしくお願いします。もういっそ祝福をやりたいけど。あれ?やば!あ、来た来た。OK。よろしくお願いします。あ、やべ。お辞儀する間もなかった。よろしく。うわ削りがせぐ。よし、ここだ!どれだけの汗びとを食ってきたかわからんが、もう一回食われてしまってくるけど。まあ、基本あれだよね。ジャンプの、うわ、重いのよ。一撃が重いのよ。これ。どうすんのこれ。ジャンプのこれを、避けての、あ、いいね。ジャンプのあれを、したら、前ロリで避けた上で、間違えた、これじゃない。危ない。そんなモーション、おいし。あ、ダメだった。うわぁすごい。もう、女性のパワーじゃないよ。女性のパワーじゃないよ、それは、ナスタシアさん。すごいね、これ、もう。何があったの?汗人に対して何があったのよ。何をされたのよ。はい。あ、外してるって、外してはいない。入ってはいたんだけど。OK。はい。よっこしょ。よっこしょ。もう削られてるよね。はい。いて。よろしく。なんか、顔立ちはめっちゃ綺麗な感じなんですけどね。あ、あれをやったらこっちも戦技やってもいい気がする。よし。慎重に行こう。もうこれは負けたくない。うん。てか、相手カードしないしね。何それ。強人もそんなに、だから別にいけなくはないんだよね。落ち着いてやれば。うん。アナスタシアさん。何があなたをそんなに、させるんですか汗人に何ああ、間違えた。汗人に。もういいよ、これで。あ、外したー!あっぶな。はい。いいよ。はい、はい、はい。何それ?何それ?知らない。何それ?その武器もらえるんですかね、最終的に。はい。うん。はい、はい、はい、はい。おっと、危な。あれは一撃やば、食らったら死にそうだ。はい、生きたー。ありがとうございました。汗人、怒り、食い、アナスタシアさん、聖なるサソリをゲットしました。聖なるサソリでいいんですよね、これね。はい。ありがとうございます。とりあえず無事倒せました。はい。じゃあ、拾ったもの見ていきましょうか。ん?あれ?なんか、タリスマン的にタリスマンですかね。はい。性攻撃力を高めるが、カット率が下がってしまうというところで。はい。奇跡襲の刺客たちのタリスマン。脱皮直後のサソリが燃され、そのささみは、生殖の心臓を捉えている。性攻撃力を高める。カット率が下がってしまう。はあ、なるほど。そうなんだね。あんまり使わないだろうけど。奇跡襲の刺客たちのタリス。なんで焦るなっちゃん先輩も。下打ちし始めちゃった。
なんでなんですかね、アナスタシアさん。そしてその教会ってことは、これマリカ教会とはまたちょっと違うニュアンスの教会になる感じかな。まあビジュアルもおかしいしね、そもそももうなんか、うん、ローマ倒した後のブラボの世界みたいになってますもん、ね、あー、くすぶり教会かな、名前。名前くすぶり教会でお願いします。じゃあちょっと、あ、どうしようかな。まあまあいいか。とりあえず祝福入るか。いや、外周？いや、行こう。お邪魔します。何教会かな。あ、やっぱりくすぶり教会で会ってた。まあくすぶってるもんね、これどう考えてもね。うん。なんだっけ、ローランドじゃなく、ローランドは違うわ。なんか、ね。あれが、ダクソ3で使ってた武器、体験のやつに似てる。なんかアイテムがすごいある。しかもなんか武器系だこれ、しかも。からの祝福でしょ？なんでこんなくすぶってんだこの教会は。で、あとなんか BGM がね、嫌だ。この赤い状態のところの BGM が。どうしようかな。先にじゃあアイテム拾う。はい、じゃあくすぶり教会にあるアイテムをこれ拾っていきましょう。はい、2つありますね。これがアナスタシアさんと関係あるのかな。取りましょう。お、放浪戦士の聖報書14と、いきなり飛んだな。ありがたい。はい、じゃあ早速見ていきましょう。放浪戦士の14、何が作れるようになったかな。鍵だ。9から14に飛んじゃって。はい。毒壺、紐付き毒壺と骨毒投げ矢。14だと。ね、合ってるよ。そうか、毒壺が投げれるようになったんだね。どれどれ。これか。これが作れて投げれる。毒なんだね。なんとなくシチュエーション的にはさ、くすぶり系なのかなと思ったけど。まあ、これはなんかどっちかってアナスタシアに、やられたやつなのかな、もしかしたら。こいつらも遊びと、もしかして。はい。じゃあ、とりあえず2個目取っていきましょう。宣教師の聖報書3。3。OK。ありがたい。聖報書シリーズでしたね。間違えてる。聖報書3。これか。はい。指巫女になれなかった男の聖報書というところでね。と、あ、取り脚、取り足の、長脚の白銀付け。あれかな、報酬が高まるやつかな。これだ。あ、発見力が上昇するのか。あ、なるほど。ドロップね、欲しい。敵を倒してドロップしてほしいときが結構必要だな、これな。なるほど。はい。これはまあ、ありがたいね、これね。はい。っていうところでした。じゃあ、祝福も触れちゃいますか、流れで。はい。はい。じゃあ、これ、くすぶり教会の祝福でも触れていきましょう。で、祝福、教会の祝福に触れると、メリナさんが補足してくれるっていうのがあるんですけど、ここはちょっとマリカの感じじゃないから、あんまり関係ないのかな、これ、もしかしたら。はい。じゃあ、ちょっと触れていきましょう。じゃーん。Lost Grace Discover。じゃあ、休みましょう。どう？メリナさん。あ、メリナさんお話ししてくれないわ。そうか。まあ残念ですね。え、俺さ、種まだ1個だから、瓶は増やせないよね。はい。という感じですね。ちょっと1個だけ、これだ。あ、つけれる。つけれる、つけれる。この聖なる刃ってね、下でゲットしたやつがあるんですけど、これちょっと使ってみてもいいですかね。付与して。試しに。せっかくなんでね。はい。じゃあ、聖なる刃、やっていきましょう。おりゃー！よいしょー！うわ、かっこいい！月でね、それ出してほしい感じになるけどね。おわ、かっこいい！もう魔法だよ。この、エフェクトもいい。エフェクトもいいよ。エフェクトもいいですね。どうだろう、これ。かっこいい。
これは使ってこうかな。いやけど、結局貫通好き強えんだよな。まあそういうのもね、やっぱり、あ、木箱って何も触ってなかったな。まあいっか。はあ、そうなんだよな。どうしよっかな。外して、貫通好きがね、やっぱね、強いのよ。医療が今上がってないからいいんですよ、これ。はい、じゃあまあこんな感じでいこうかな。じゃあちょっと、周囲探索しますか、この流れで。ね、ここの。一応こういうところも登れるところは登っといて、登れるところまで。まあ基本構造は一緒か。この赤い土地はなんかもう、音が嫌だね。音も嫌だし、何か不穏だよね。なんでこんなことになっちゃってんだろうな、この土地は。なんかの実験でこんなことになっちゃったのかな。ね。そうじゃないところと。カラスの鳴き声もうるさいし。なんか変な音聞こえるな。こんなもんかな？こんなもんだな。うん、特に周りには何もないっす。ここまでを周りとするか。ここまでを周りとしよう。いや、待って。なんだありゃ。なんかいますね。あれはけど黄金樹の周りにいるやつか。まあ、黄金地の周りだから。なんかいきなり雲行き怪しくなってるしね。いやけど、うまいアラートの出し方だよね。こっからはちょっとマジで様子違うよっていうのを教えてくれるからね。シンプルに赤くなるってね。あ、なんかやばいなって思うじゃないですかね。なんかそれを表現するとしても。こっからはちょっとなんか気合い入れていかなきゃいけない感じがしました。うん。なところですかね。じゃあ一回。はい。じゃあここで区切ります。探索を。はい。で、じゃあまあ感想？はい。頭部のね、感想として、今ね、ここのラインで区切って、探索した中で、まあ発見があるというか、行く要素としては、まあ、そうですね。まあ、そうか。ボロ屋はもう終わったんで、もう悩みはないと。はい。で、ここに NPC いましたね。放浪の民の将棋と。まあ、あんまりいいの売ってくれてはなかったですけど。はい。けど、音楽をね、楽器をちゃんと使ってくれるところを見たの初めてだったんで、ちょっと嬉しかったですね。はい。で、あと、読み水村の外れ。まあ、ここら辺はちょっと、めげつない感じしますね。船に乗ったや、ボスっぽいのがいたんで、で、これは多分 D と繋がることになりますし、で、もっと言えば、こいつを倒したら、死の根がもらえるんじゃねえかなと思ってますね。で、その死の根を持って、この転送門で飛んで、なんか、なんとかさんに。なんとかさんに渡してくださいみたいな感じの流れの一連なのかなと思ってます、ね。はい。まだ、まあ、わかんないですけど。うん。とりあえず D と関係している船が、の幽霊がね、いるという感じですかね。はい。で、あとここに一個ダンジョンがあって、あ、なんか微妙に開いてる。何？ゲール行動だって。ここは多分、上とか近くに行ったから一応表示されちゃったって感じかな。けど、ここどうやって行くんだってなってますね。上からちょっと飛び降りるには多分行けないし。これちょっと行き方を考え、行けんのかな？なんか、裏回ってここにたどり着くのかなと思ったんですけどね。はい。で、まあ、ここは普通の行動って感じですかね。で、転送門は、まあ、まだですね。多分、ここに倒した上で D にもう一回話しかけて転送門って感じですかね。はい。そんな感じ。かな。なんだっけ、この草。あ、違うわ。
あ、なるほど。そうか。ゲールの行動ってのがここにあって、で、こっから続くのがここだってことか。なるほど。そうだよね。海だから、ここには見えてたんだよね。はい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 。OK。了解です。なんで、じゃあ次は、どっからやるかな。まあなんかここのダンジョンが一番なんかシンプルかもしれないですね。ここのダンジョンやって、で、海水の村やって、D に行って、この転送門がないかな。転送門ちょっと怖いけどね。はい。そんな感じで、で、まあ、だんだん不穏な空気になってきているんでね。はい。ではでは、そんなプランで次を進めていこうと思います。はい。イブグレイブ東部、パート2でした。探索とパート2でした。ではでは。あ、違う。あとアナスタシアね。アナスタシア強かったし、怖かったね、あれね。アセビとグイっていうのも怖いし。はい。まあ、ちょっと、バックグラウンド気になっちゃうところですね。ではでは、お疲れ様です。